はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やりましょう。頂上決戦ね、8問モード来てるので、やっていきましょうか。さあ、ボタンを押しました。裸の天狗さん、いいっすね。裸の天狗、僕のアイコン天狗なんでね、天狗好きなんかな。さあ、先制取りましたが、京都キムなら京取りましょう。クラウザー SRSR、 おっと、これは SR と R の選択ばっかっすね。さあ、おっと来た、アーデルハイド。8問モード最強キャラアーデルハイド、まあ、マキーとアーデル同じぐらい強いんですけど、まあ、やっぱ全滅取るっていう意味ではアーデルの方が、良さそうな気もしますが。で、ハオマル取られてます。ハオマルパオかいたかな。先生取ってるのでクラウザーの、アンディあかんかな。アンディはね、そうか、全滅取りに行くならばあんまり無駄遣いはしたくないが、ただハオマルなんでね、ジョーは、そうか、ちょっとね、ちょっとやりづらいな、これ。結構単体の攻撃型、あ、そうでもないか、攻撃型にでも寄ってるのでちょっとやりやすくはないですよね。あー、スキル出ない。で、向こうハオマルいるので、やっぱり初ターンにこのセンプレツナが出なかったらいいんですけど、初ターンに出るよね。でも大体やめて、よし、防いだ。そしたらもうこれアンディ打っても良さそうですね。超レッパーナン打ちましょうか。で、ここをパオにめまい、このめまいいいっすね。で、クラウザースキル出てるのできっちり転が下げていきたい。このパオちゃんのめまいは結構有効だかもしれないですね。やっぱ復活かけられると嫌なんで。お、旋風が出ないですね。で、これはそうか、こういかなあかんか。ジョーは使いましょう。ジョー使うて、やっぱハオマルかな。どうしようかな。パオをね、使わしたくないんですけどね。まあでもハオマルか、普通に。パオに使われるとやっぱ復活がされた時、やっぱ全滅をこっちとしては狙いたいので、すごいやりづらくなるんですけど、まあでもハオマルをやっぱ下げておかないと、普通に全滅狙いしなかった時はやっぱりハオマル驚異的なんでね。さあ、右京さん出してきましたね。右京さん出してきたが使わない。そうか、エレクトリッガーと、天波風神山でジョーを倒すっていう感じかな。どうやろうね、ジョー倒れるかな。それやとちょっとしんどいっすよね。まあこのまま行こうか。うわ、ここで出てほしかったな。これは使わない。エレクトリッガーと天波風神山じゃ多分ジョーは生きると思うんですけどね。さあ、サイコボールはベニマルに来た。これでなんとか、厳しいか。あ、天波溜まってないかな、これは。考えてるということは溜まってないですね。あのクラウザーの怒り下げが結構効いてたのかな。さあ、ここはクラウザーに。で、ベニマルはあの復活のバフ入ってるので、ベニマルは倒していこうかな。これで今溜まってるキャラはハオマルのみなんで、ベニマルだけ倒してちょっと様子見もありですね。そうやな、そうしましょうか。こんな感じでいってみましょう。で、これベニマルは倒します。で、ついでに、ハオマルも削っておいて、ベニマル、あ、復活しましたね。やっぱりこれをこうなるとこっちの、思惑通りというか、復活さしに行ったって感じですね、今のは。で、アンディ倒してもらって、こっからはもうアーデルハイドで全滅を狙っていきたい。さあ、今ゲージは溜まってないかと。誰もベニマルが若干溜まりかけてるっていうぐらいで、あ、天波使う？え？体力ないアンディに使ってきましたね。さあ、ここはどこに来るのか。クラウザー倒しに来ました。さあ、クラウザーやられましたね。ってことは、まだきついんで、そうやね、こう、そうか、クローゼロ出しとこう。で、
クローゼロ。うおー危ない、うん、クリティカル怖い。こうかな。これでロバートがやられた時点で勝てますが、てかまあほぼほぼもう勝ちっすね。こうなるとアーデルハイド出せるんで、まあ、これはほぼほぼロバートが、生きようが死のうが勝ちパターンかな。こういけばもう、うん、鉄板で勝てます。さあまずは、ロバヤンからかな。クリティカル上げておきましょうか。でここはアーデル、あ違う違う、やったやったー、これ やりましたね。今アーデル使ったつもりが、いやまあいけるか。でも危ない、ちょっとミスした、危なかった。今アーデル使ったつもりがなんかシャンフェ使ってたんで、まあ、ちょっと危なかったっすけど、覇王丸がもしガチガチやったら、今のミスでやられるとこやったんですけどね。やっぱアーデルハイドがいるとでも調整がってしやすいのでね、全滅はやっぱ取りやすいかと思います。はい、では頂上決戦続きやっていきます。8問モード、さあ8問来ているので、ボタンを押しました。ランクバトル押してます。さあ8問にゴブスレは入ってないですよね、さすがに。リゼロさんかな、リゼロってなんかアニメかなんかですかね。うわーこれいきなり UR なんで全部 UR になるの確定ですね。これはどっちがいいかな、オロチにしとこうか。さあ全部 UR、 ネスツ京都クリザリッドね、クリザリッドにしよう。この UR 合戦非常にあれっすよね、バランスは悪いっすよねやっぱり。さあこれはイグニスかな。うわこれどうしようかな、ハオマルかやっぱり。創生もね組めるかなっていう感じなんですけど。さあキャラは、マキギースネームレスゲニ、マキギースネームレスゲニで、先生どっちやったかなもう忘れたわ。カメは組めそうにない、カメ組まれへんかったらヘビしか無理か、ヘビか。ハオマルね置きたいっすよね、やっぱ創生でも組まないのはちょっと、8問モードで創生組まんっていうのはねあんまりよろしくないかなと思うんですけど、行こう、ヘビで行こう、これで行きます。あーそうか、マキがいるんか、マキがいるね。まあ、量を前にして、この量はゲージがたまらない。量はどこに飛ぶかな、この場合マキに飛ぶんかな。まあ、このまま行きましょうか、このまま行って、普通にルアル叩いていこう。うん、さあ創生ヘビパ、ルガールはクリザリッドに飛んだらやばいですけどね。真ん中以外やめてくれ、真ん中以外やめろやめろ。あーはーはー、きっちりや。あーでもガードしてる、よかった、創生の効果や。今のギースたまる、マジですか。ギース覚醒のスキルでたまったっすね。さあめまいしてるが、これはイグニスがいるので、解除はできます。でここは、このままでもいいですかね、このまま行きましょう。で、ここは使っていく。マキなんでね。これは普通にこの、そうか、この覚醒のスキルでルガール倒してしまいそうな気もする。やめとこう。さっき言うと。うん、こういけばいけそうかな。うわー、イグニス強い。めちゃくちゃ減りましたね。今、でかいギース、一旦で倒しましたね。てか、ギースがちょっとやっぱね、ギースがちょっと弱いっすよね。どう考えても。アシュラ疾風剣もあんまダメージ取らないし、で硬さで打ってもそんなに硬くないんでね。おーっと、覚醒、生きてる。危ない。これはゼロかな、やっぱ。ゼロで盤石に行った方が、良さそうな気もするが、ハオマルもありやけど、まあゼロかな。ゼロで、固めていきましょう。で、覚醒はやっぱ、守りたいんですけど、これ先に覚醒かな。そうしたら、いや、先ゼロか。ゼロからの覚醒かな。V スラッシャー使いたいんで、ただこれガードされちゃうとね、どうしようもないんですけどね。さあ、いけ。おっと、ガードない。おお、これは大きいっすよ。あーははは、やられた。ルガールの、あの効果で、怒り下げられましたね。ただ、マキは倒せました。いやー、V スラッシャーも全部おじゃんになったな。ルガールの9問じゃない、デストラクションオメガの効果な。
今なんか発音めちゃ変やったあのデストラクションオメガの効果で味方がルガールがやられると怒り下がるっていうね、敵チームの怒りが下がるっていうことが起きるんで、その効果で効率全部下がりましたね。でこれ風神吹雪でゼロが、盾が柔らかくされてます。やばいぞ。ただここをしのげば、いけるかな。ゼロガードガードガード、よしガードガード、あーゼロやられた、マジか。まあでもここはオロチ出して普通にも叩きに行こうか。オロチかベニマルか迷うっすね。まあオロチでいいか。こんな感じでいきましょうかね。むしろハオマルは、ハオマルは残しとこう。生かしたいんで、まずはライトニングディザスターから。まあこれはいけるでしょう、おそらく。うん。で、イグニスでしょ。おお、そうかそうか。こっちか。これはいけましたね、じゃあ。全体なんで。うん。で、マロカレ。これは復活がなければいけたって感じですが。復活してますね、千鶴。ってことは、これは、イグニスでゲージ回収しとこうか。こうかな。一応、旋風烈弾で倒しとけば、万が一復活されても怒りゲージは減ってるので。さあ、あとテリーだけなんで、これはいけますね。パワーストリームで、まあ、オロチがやられても、まだこっちにベニマルいるんでね。これはいけましたね。まあ、ゲニのでも復活がやっぱり入ったっていう感じ。ベニマル出して、さっきにイグニスかな。全体攻撃なんで。これでまあテリーは倒せるでしょう。うん。雷光剣見れますね。雷光剣見る機会あんまないんですけどね。これ何気にダメージも高いんで、雷光剣って。割と強いですよ、ベニマルは。あの、八門モード割と強いと思ってます。で、硬いんでね、結構技型なんですけど、防御としての壁にもなってくれるんで、まあ、ベニマルは結構いいキャラですね。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴の方ありがとうございました。